皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。またもや新しいおもちゃを買ってしまいましたっていうそんな感じの雑談動画でございます。今回何のおもちゃを買ったかと申しますと、こちらベベン、プレイテックのウクレレベース PUB500 というおもちゃでございます。まあおそらくプレイテックウクレレベースの PUB500 だと思うんですけども、まあそんな感じのおもちゃを買ったので、その紹介っていうことでもなくですね、本当も雑談でございますよ。やった方法みたいな感じの、そんな感じの話をさせていただこうかと思います。まあウクレレベースという名前の通りですね、そのウクレレがベースになっちゃったみたいな感じの商品なんですけど、皆さんご存知でしょうか。まあちょっから僕もですね、ウクレレベースは持ってないんですけども、まあいろんな事情がありまして、ちょっとまあ一本買ってみようかなと思って、このプレイテックの、まあ、激安ウクレレベースですよね。もうめちゃめちゃ安いです一つ試しに買ってみようかなと思って、買ってみた次第でございますよ。ちょっとまあ中を見てみましょうか。いつものあのこの白いベールでございますね。あの前の時もありましたね、このね、白いベールに包まれたそのボディを見せてごらん。トロロ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 ロ、あのハープの音です。トロロ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 ロ、これが PUB500 の全貌だ。とくとご覧あれ。ズババ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 。へえ。へえ。バインディングしっかりしてるなぁ。ピックアップついてて。へぇー。まあこんな感じです。本当もね、ウクレレベースってもう名前の通りって感じですよね。まあアコギに比べるとね、まあ小ぶりな感じはするんですけども、実際のウクレレと、まあ比べるとまあこんな感じでございますよ。これがいわゆるそのソプラノウクレレなんですけども、まあ一回り二回りでっかい感じなんですが、まあ一般的なベースっていうか、と考えると、まあなんて非常に小ぶりなんだって感じでございますよね。なんか普通にそんなに言うほど安っぽくないっすね。なんかこのトップのサテンフィニッシュが割と高級感というか、しっかり作ってますよ感がありますし、この周りのこの白いバインディングとかもね、結構きっちり作られているし、フレットにバリとかもなくてですね、割とこの指板のこの木目という感というか、この質感とかもそんなに安っぽい感じはしない。で、安くてもですね、このベルキャットのこのプリアンプがついてるからね、マイク出力、ライン出力か、をすることができるんですよ。普通に、これお買い得じゃない？普通にめちゃめちゃ良くない？で、まあ、プリアンプというか、そのマイクプリがついているので、まあ、ここでそのボタンをポチッとそのチューニングをすることができると、まあ、ちょっとチューニングをしながら言ってみましょう。まあ、その事情があってとか言いましたけどもね、その事情はなんてことはない。単純にそのサウンドハウス の, あのポイントがすごいたくさん溜まっていたんだけども、まあ、買うものがそんなになくて、どうしようかなと思ったところ、まあ、そのアプリを見たらですね、そのこの PUB500 の新製品が、音変わんなくない？音変わんなくない？音変わってなくない？回ってる？回ってるの。あ、よかったよかった、チューニングできた。びっくりした今いきなりチューニングできてねえと思っちゃった。まあこの PUB500 はその新製品で登場するよみたいな感じのね、広告が出てたからですね、あ、ウクレレベースか、はあ、はあはあ、もうポイントでそのまま買えちゃうし、ちょっとまあ一つ試してみようかなみたいな感じで、まあ導入してみたって感じなんですけれども、まあちょっと今日はですね、このウクレレベースを片手にですね、まあいろいろこの雑談をしていければなと思います。これでチューニングは完了なんですけども、まあなんとなく分かっていただけるかと思うんですけども、すごいボヤボヤします。なんで一応マイクをこの1本用意したんだけど、これ聞こえるかなこれフィンガーレッスンでちょっと弾きづらいな。
非常に地味な動画になっている可能性があるな。とりあえずまあこんな感じでございます。このねウクレレベースでこうなんかこういうこのゴムっぽい弦を張ってることがすごく多くて、まあ聞いてわかると思うんですけど、結構ボヨボヨしてるだけって感じなんですよ。まあ弦も太ければそのチューニングもめちゃめちゃ低いので、まあいわゆるそのウクレレとかアコースティックギターと比べると全然音量ちっちゃいんですけれども、まあねこの PUB500、 まあそのプリアンプがついてて、そのライン出力ができるようになっているのが分かる通り、まあ基本的にそのライン出力してそのマイクにつなげたりとか、まあそのスピーカーとかにつなげたりとかして使ってねっていうことを前提だと思うので、とりあえずまあ一旦ですね、ラインにつなげて音を出していこうかと思います。ずっとこのままボヨボヨ弾いててもなんかわけわかんねえっていう感じになってしまうと思うんで、まあその中でちょっと一旦、ラインにつないでみましょう。いや、しかしでもこのロゼッタとかもね、頑張って装飾してるし、なんか結構いい感じだな。結構これはお買い得商品じゃないですか。うん、まあ、そんな感じでとりあえず LINE をつなげてみようと思います。どうぞ。てなわけで PUB500 を LINE で接続をしてみました。あんまりこっちの方で音をいじらずにできる限りそのままの状態で皆様の元に今お届けをしております。でその LINE につないでちょっと弾いてみたんだけど、これねおもちゃとして結構優秀かもしんない。ちょっと普通に弾いてますね。こんな感じの音です。ありだよね。なんかこういう音、なるほどなって感じですよね。なんかこのサスティンがないこのぽよぽよした可愛いというか、なんかこのふわふわしたなんかいなたいこのレトロ感がある音っていうのかな。なんかモーターンとかに出てきそうなさ、例えばそのこんな感じで、なんかそう使われてそうな感じの、なんかすごい面白い音色っすよね。なんか普通のベースでは出せない、なんかこのウクレレベース特有というか独特というか、ちょっとこのフィンガーレストがないからね、すごいこの弾きづらいのがね、ちょっとまあ大きなマイナス点ではあるんですけども、まあ普通のポップスの音とかもその、なんてこともできたりとかして結構いい感じですよね。ちょっとあとこのフィンガーレストつければもっとこう楽しめる気がするな。そこだけだ本当に、これだけだ本当に、もう足りないのはフィンガーレストです。まず一つ目、足りないものフィンガーレスト、これマジ大事マジ大事。だから普通にこのオクターブとかすげえ弾きづらい、こんな感じになっちゃう、この親指で。でもこんな感じでこのブリッジミドして弾いても面白いですよね。普通にこのね指弾きでさ、このビッ弾くんじゃなくて親指でポイポイさせながら、こんな感じで弾いてもなんか面白い。面白いじゃないですか。いやーこれはなんかちょっとおもちゃとして結構秀逸な感じがしますよね。なんかこういう安い楽器のそのマイク出力というかそのラインとかのその音の特徴として、このサドルの精度が甘くて、なんかねあの音のバランスが悪いというのが結構よくあるんですよ。なんかこの弦は音めちゃめちゃでかいけど、この弦めちゃめちゃ音ちっちゃいと か、 なんかこの辺のフレットはすっげーなるんだけど、この辺のフレットは全然ダメとか、なんかそういうのが全然なくて、本当ね低いところからなんか結構高いところまでしっかりなる感じなんですよ。低いところで高いところも、
こんな感じ、結構面白い感じですよね。バランスがいいという感というか、で音にめちゃめちゃ個性があるからさ、なんか結構音源とかでなんかね、なんかいろいろなところ、そのアコースティックなサウンドとかウクレレと混ぜても面白いと思いますし、なんか突然こういうポヨポヨサウンドが出てくるとね、なんかおお、なんだこの新しい音みたいな感じで、なかなか面白いことができるのかななんて感じがしました。個人的にこの PUB500 遊んでてね、おもちゃとして非常に、楽しい感じでございます。ただとりあえずまあいけてないのがね、やっぱりそのフィンガーレストがないのがね、やっぱすっごいこれはね手痛いなので、ちょっと後日つけようと思います。このブレーシングがないところを頑張って狙って、こうねウィーンってネジでつけて、でこのフィンガーレストをつけて、演奏するとさあどうなるのかってことはすごい気になると思うのがまあ一つで、二つ目がこれ多分ね弦が悪いと思うんだけど、弦がねすごいねベトベトする、なんかすごいこの指がさ外れると音が鳴るんですよ。なんか、ね、指がね弦にくっつくんだ。だからなんかすごい速いパッセージをやるときに、なんかコロコロするし、なんかねネバネバするし、なんかすごいねめちゃめちゃやりづらい。あとフィンガーレストがないのもあるけど、なんか左手に関してもなんかこのなんかめちゃめちゃこのちょっと汗かいてくると弦が指にくっついて非常に弾きづらい。わかりますでしょうか、この指のなんか操作の音がめちゃめちゃよく聞こえるの。なんでまあ弦変えればなんとかなるなと思うので、とりあえずそのフィンガーレストをつけるというのと弦を変える、この2つをちょっとやって様子を見たいなっていうのが、私のまあ本なところでございます。けどさっきも言った通りですね、その音のバランスもいいしね、そのねおもちゃとしてねかなり最大級にすごく楽しいっていうのが一つあります。でさっきいろいろね、LINE つないでちょっと撮る前にちょっと いじって遊んだんだけども、発見したのがタッピングの音がねめっちゃおもろい。普通にこう弾くんじゃなくて、なんかバイオの出方がシンセベースっぽくないですか。さっきのサーデュークとかもなんかジョ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 、なんかゲーム音楽っぽいですよね、あのファンタジーゾーンみたいなさ。さっきやったウォーキングベースとかも、おお、どうだ、こんな感じ。なんか楽しくないですか、そのねタッピングと。なんだろう、シンセベースっぽい音、なんかメガドライブ系な音がするんですよね、まあ、個人的にね。なんかこのなんかほんとに楽しい感じっすよね。いやこのタッピング音使ってなんかもっといろいろできないかな。まあ、こんな感じの音色でございます。で一応まあこの LINE の方でですね、このなんだろう、そのコントロールか、この辺の方でボリュームとまあトレブルとベースをいじることができるんだけども、ちょっとまあ軽くやってみると、トレブル上げるとねこんな感じです。ああまず普通にフラフラとかいいか、フルフラとかいいか、何もいじってんのがこの音。こんな感じ、トレブル上げるとで、
ベースを上げると、トレブルを下げてベースを上げると、こんな感じでございます。まあそんなにいじらなくてもいいかなと思います。まあイコライザーの効きもそこそこ悪くはないですけどね、普通にフルフラットの状態が多分一番使いやすいと思うんで、まあこの状態ですね、このバーッといって、あとはこっちのパソコンの方とかですね、音の加工していけば良いのかなという感じでございました。いかがでしょうか。今回ですね、こんな感じで初めてのウクレレベース PUB500 を紹介というか、こんなおもちゃ買っちゃった、へへみたいな感じで、紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。なかなかね、面白い音色してますよね。なんで皆様がもしその音源制作とかレコーディングとかトラックを作ったりとかする方でしたならば、まあおもちゃとしてなんか一本あってもね、全然悪くないんじゃないかなと思います。結構普通に弾いてるだけでもすごく楽しいと思いますし、なんか音源とかにも使えばですね、なかなか普通のベースでは得られないような個性豊かなサウンドがですね、プラスできると思いますので、まあちょっと良ければですね、検討していただけたらいいんじゃないのかなという感じでございました。そんな感じで今回は PUB500 を買っちゃったよなんていう動画でございました。いかがだったでしょうか。もし何か質問とか聞きたいこととか、気になることとかありましたらお気軽にコメントをしてみてくださいませ。とりあえずまたフィンガーレストをつけて弦を変えてしばらく様子を見て何か発見とかがあったら、また新しい動画を作ってみようと思います。そんな感じで結構長くなったと思うんですけども、今日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひお気軽にいろいろ感想とかコメントしてみてくださいませ。それでは、さよならグッバイの前に、私、滝沢勝成、YouTube メンバーシップなるものをやっております。まあ、平たく言うとなんかこう、オンラインコミュニティみたいなものなんですけども、まあ、そこのコミュニティでですね、僕にその質問をいただいて、その僕が質問に答えることもありますし、あと、皆様同士でその日々の練習のなんかこの報告し合ったりとか、なんかこの分かんないことがあったら助け合ったりとか、なんか聞いたりとか質問したりとか、なんか練習を投稿し合ったりとかしてね、あ、いいじゃん、いいじゃんみたいな感じに盛り上がったりとか、そんな感じのコミュニティやっております。下のメンバーになるっていうボタン、もしくは概要欄の方のメンバーシップはこちらっていうリンクからですね、どなたでもご加入いただけますので、1ヶ月だけでも構いませんので、ぜひともそんなコミュニティも検討していただけたら幸いでございます。そんな感じで、長い動画最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。さよならグッバイ、じゃあね。